久保さんこれ新しく買いまして、はい、セッティング終わったんでちょっと使っていこうかなとまああのあれですよねあのー、負けず嫌いじゃないと逆にどうすんのかなって思いますよね負けてもいいよあみんなに負けてもいいようん収入、えー、手取り14万ああ全然いいよ全部いいよ 俺の人生負け組だから負け組は負け組らしく楽しもうぜ多分ねまあそれはそれで人それぞれの生き方なんで別にあれなんですけど多分ね体験できないんですよ稼げば体験ができることが体験できないんですよ稼げば買えるものが買えないんですよ一生死ぬまで本当にそれでいいんですかまあもちろんねあの買うもん 切りないですけどね <laughs> 車もねあの何百種類あるわけじゃないですか。でそれを全部買おうとしたら切りないと思うんですけど、まあ、死ぬ前にねこれ乗ってみてえなっていう車あると思うんですよ。一回はまあ別に一生乗んなくてもいいけど一度は乗ってみたいなっていう車、うんまあ、車に興味なかったらあれですけどもまあ1個ぐらい、まあ、マイクもそうなんですけど まあせっかく YouTube やってるからこのマイク使ってみたいなっていう僕はもうこのマイク買った理由は YouTuber のもう影響ですまあ完全にかっこいいなみたいなちょっと使ってみたいなみたいなそうこのねこのソニーの,あのヘッドホンも YouTube であるんですよこの縦でこうやってこうやってなんか 歌うやつがあるんですすけどそれ赤,赤なんですよでこれスタジオヘッドホンって言って赤と青版があって僕はこれ青版買ったんですけどまあそれもかっこいいなみたいな <そう S 1> <laughs> でもお金がなかったら買えないですからうんまあこれもねお金ないとこのスタンドもね悩んだんですよチャイナ製にしようかどうしようかなみたいなだけどちょっと高かったですけど買いましたうんでも買ってよかったです <laughs> こっちで。 こっちでよかった。うん、しかも、このきれいにね、ここね、収納されるんですよね、この、あの、このケーブルが。うん。まあ、久保さん、音楽やってたって言ってましたけど、この XLM、あの、よくギターとか、なんかそれ多分そのケーブルです。で、アンプも買ってね、アンプでつなげてます、今。タスカムっていうアンプ、タスカムが今年出したアンプなんですけど、それにつなげて、パソコンつなげてやってます。 まあこれね USB モデルもあるんですよ。パソコンにポンってつなげてできるやつもあるんですけど、僕はこのケーブルを使ってみたかったし、このケーブルのやつだと安いんですよ。ただ結局がアンプ買うんで、大した買わなくなっちゃうんですけど、うん。あの、これちょっと使ってみたくてね、どんな感じなのかなみたいな。逆になんか、これを買ってる人がいないですあんまり。 そっちの USB モデルは USB モデルは USB もいけるしこっちのケーブルもいけるよって両う料理にいけるんですけどこれはこれのみなんですよこっちのケーブルだけなんですよだから安いってなんですよねでもこれをレビューしてる人はあんまいなかったんでこれちょっといいんじゃないかなっていうそのまあビジネス的な話もあるんですけどうんまあだからどうしたっていう話なんですよそれを買ってどうしたっていうでもそれが人生じゃないですか なんかおいしいもん食ったいやあのクソして終わりですよしょんべんして終わりですよだけど人っておいしいもの食べてみたいと思うわけじゃないですかそれが人生じゃないですかでも極論言うと見方を変えるとそのおいしいもん食,食おうが食おう甘いが、うん、クソして終わりなんですよしょんべんしてはあおいしいもん食べたうん終了 <laughs> 終了です でもそれが人生じゃないですかうまいもん一度は食って死にたいうーんどっかなんかホテルとかもね一度はこんなとこ泊まってみたいうんでも泊まったから何っていう話でもあるわけじゃないですかどうせ寝るだけですよね, <laughs> ねだからあのなんか物の見方を変えたらもう全部所詮くだらないことなんですよ物の見方を変えると全部くだらないこと全部贅沢全部意味ない あのー、意味なないいかもしれないです物の見方を書いたらねでもそれでいいんですかと <laughs> 諦めちゃっていいんですかと、まあ、全部手に入れなくてもいいですけどもなんかこれ欲しいなとか乗ってみたいなっていうものは頑張ればねお金は頑張れば稼げれば手に入るんで頑張ればいいんじゃないかなと思いますよ。うん本当に欲しいと思ったら頑張って稼げば手に入るんで。 値札がついてるやつはねでも世の中には値札もついてないやつ例えばうーん好きな女性ができてね値札ついてませんよねなんか渋谷で歩いてでなんかスクランブル交差点でなん,かうーん,なんか前からねめっちゃタイプの人が現れてきたじゃないですか値札ついてないですよね <laughs> それはしゃあないそれはちょっとアタックするしかないですけどナンパする人て声かけるしかないですけどうんでもそのお金がなくてねボロボロの服着ててね 声かけてたらね,ね臭,い臭かったらねなんだこいつみたいになるじゃないですか、ね、でもまあちょっとまあそんなにおしゃれじゃなくてもいいですけどちょ,っと、ね、ちょっとお金かけてねなんかれ見えないって何か素敵ってなるかもしれないじゃないですかまあ可能性はありますよねどうですかね臭い男が寄ってきたら <laughs> めちゃめちゃおんぼろでねもういかにもホームレスですみたいないかにもホームレスでめっちゃ臭いみたいなで声かけてきたらねどうですか 何これみたいになるでしょう可能性ゼロに近くないっすかまあこれ極端な例ですよ極論ですよだけどまあ普通普通ですよまあユニクロでも何でもいいですけどまあユニクロの服もお金かかりますからね、まあ、だからちょっとち,ちょっと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 シャレオツみたいな人から声かけられた方がまあ確率は高いですよねそのね臭いよりかはうん だからまあ、お金は稼いだ方がいいと思いますよ。だから自分が欲しいものぐらいは手に入れられるように、なんか、与沢さんがね、なんか言ってましたよね。フェラーリぐらい買えない人生でいいのみたいな <laughs>。まあ、確かになと思う部分はありますよ。フェラーリすら買えない人生でいいのみたいな。これでいきましょうか。フェラーリすら買えない人生と。ただ、その自分がね、フェラーリを欲しいと思わないんだったら、別にいいと思うんですよ。 だけど、フェラーリ欲しいなと思って買えない人生で終わるのはどうなのかなっていうところですね。僕は、まあ、車に関してはありがたいことで、将来ね、R34 乗りたいなと、ね、18の時思ったわけですよ。将来 R34 乗りたいなと。で、それは手に入ったんで、まあ正直、まあ僕がフェラーリとかね、ランボルギーニはもう贅沢。僕の中では別に本当に乗りたかった車は34なんで、まあ34乗れたからいいかなって思うんですよ。まあ、フェラーリとかランボルギーニは、 うん、本当に乗りたいかっていうと、うん、なくてもあってもいいって感じですよね。うん。そう。だあなたがフェラーリ本当に乗りたいんだったら、稼げばいいし。うん。そう。まあ、いろいろ申し上げましたけど、何しましょうか。フェラーリの乗れない、フェラーリが乗れない人生でいいですかに、ね、しましょうか。何な,なんうどうしようかな。まあ、ちょっとタイトル考えます。いってらっしゃい。